え、氷河期世代の労働者です。バブル崩壊後の経済を調べています。雇用を絞ったことで当時の企業や国は救われたと思いますか何の犠牲になったのか効果的だったのか知りたいです。また経営者として不況時に会社を守るため人権費を下げり以外の方法はあったと思いますかえっと、まずその、救われたでいくと企業は救われたと思います。その雇用を絞ることでコストを下げて倒産の危機を逃れたっていうなんですよね。なので、その要はその、えっと、まあ、ま、 コストを下げるのって人を切るのが一番早いんですけど、で、それをやることで会社を潰さないということで、その連鎖倒産を少なくするって結構大事で、あの、ちょうど最近の話なんですけど、明日、多分、えっ、ー、と、7時間後ぐらいに、8時間後に、あの、多分、あの、明日、その株価めちゃくちゃ下がるっていうので、あの、経済ニュースは日本の株価めっちゃ下がったなっていうのが、多分、あの、なんか、あの、テレ東のなんか、あの、経済新ニュースとか、 で多分明日の夕方ぐらいとかもさの株価だだ下がりですっていう多分あの景気めちゃくちゃ悪くなりましたよねっていうニュースがこれから始まるんですけどでまあそれがあの何で始まるかっていうとあのアメリカのシリコンバレーバンクっていう銀行が、えー、と債券をいっぱい持ってたんですよ。でその債券がアメリカ政府がインフレがあるので利率を上げますっていうのをやった結果債券の価格が下がって。 えー、1800億円ぐらいのマイナスになったらしいんですよね。もともといくら分の債権持ってたかわかんないですけど、まあ、多分すげえ額の債権持っててで、債権の価格が下がったことで1800億円ぐらいのマイナスになりましたと。で、えー、もうお金全然ないですっていうので、えー、先週の、あの、水曜日とかそれがあったかな、ぐらいから、 えっと、預けた預金は25万ドル2500万円しかおろせません。なので、2500万円以上貯金をしている人はお金が凍結されますっていう判断が出たんですよ。で、まあ、その、一般の人は2500万円なんていっぱいおろせるじゃんってなるんですけど、あの、企業っていうのは、あの、何億円という単位のお金を動かすことが多いですよ。 1>, その 1, 1日に億のお金を動かすかってざらにあるんですけどっていうのがじゃあその10億円のその預金があって毎日1億円動かしてますみたいな会社はいきなり10億円凍結されて2500万円から動かさないってやると支払いができないんですよなので給料払えないとか仕入れができないってなる可能性があってでそれまずいよねっていうのになってなのでアメリカ政府が シリコンバレーバンクがやばそうだから、買い取る銀行大募集っていうのやったんですよ。いや、そのシリコンバレーバンクのお金がないけど、他の会社が、その、例えばじゃあ、その、じゃあ、えっ、ー、と、なんか、あのシ、シティバンクみたいな、なんかでかい会社が、じゃあそのシリコンバレーバンクを買って、で、それでじゃあお金を出してあげたら、別にその預金口座の、預金口座はもともとお客さんのものだからね。だからそれを、あの、お客さんにちゃんと預金引き出せるようにして、 信用不安を起こすように起こさないようにしようっていうのでいろんな銀行にこの銀行買わねえってアメリカ政府が言ったらアメリカの銀行は誰一人手を挙げなかった <laughs> なのでシリ,コンバンクシリコンバレーバンクいらねえよっていう <laughs> 状態になってであのやばいよね来週ぐらいやばいんじゃねえのって言ってたら金曜日に潰れたんですよ <laughs> 早えなーと思ってだからあの 日本もなんかやばいよねって言われてて、なんかやっぱ銀行1週間とか2週間持つんだろうなと思ったら、もうなんか3日のうちに潰れるみたいになって、で一応その、あの、ま、アメリカのその政府があのシリコンバレーバンクをコントロールすることになったんですけど、じゃあそのシリコンバレーバンクにお金を預けてる上場企業、ロックっていうあの録画用の機械を作ってる会社とかもシリコンバレーバンクがメインバンクで、 で、そこの金が引き落とせなくなりましたっていうのニュース出して、株価10%落ちたんですよね。そんな感じで今ね、IT 系のスター、IT 系の会社が結構そのシリコンバレーバンクに口座を作ってるので、あの資産凍結されて大変なことになってるっていう。で、あの僕の,しあの取引先の一個ももともとシリコンバレーバンクで、 去年ぐらいにシティバンクに切り替えたんですけど、とはいえ多分シリコンバレーバンクにそこそこの金置いてると思うので、なのでなんか結構だ大丈夫なんかなと思ってんですけど、上場はしないところなんですよね。あの、クラウドフレアっていうところなんですけど。と、なんでじゃあそのシリコンバレーバンクに IT 系が多いかっていうと、そのま、日本の銀行と違ってそのアメリカの銀行って結構その、あの、営業アグレッシブに頑張るんですよ。 なので、その、シリコンバレーで起業したいですっていう若者が来たときに、じゃあそのファンドが、じゃあお金出してやるよ。1億円出してやるよ。で、じゃあ1億円出してやるから、じゃあその、顧問になる弁護士事務所はここで、銀行はここで、口座を作って、みたいなのを。 そのベンンチャーファンド側がお手その作ってくるんで、すよねでそのなんか起業したいですって若者はあ、分かりました、じゃあシリコンバレーバンクの反抗してきます、サインか、サインしますっていうので、言われた通り作るんですけど、要はその1億円のファンドが、その会社に1億円入れるんだけど、シリコンバレーバンク内の口座に1億円入れるっていうのをやると、キックバックがもらえるっていうのがあるらしいんですよね。 で、シリコンバレーのバンクに口座があるファンドで、で、実際1億円をその会社に、そのじゃあ、あの投資廃跡の会社に振り込みますって言っても、同じシリコンバレーバンク内の中でお金が動くだけなので、実質的にお金動いてないんですよ。で、でもその新しい取その会社っていうのは、じゃあそこで1億円もらったと思ってやってるけど、口座の中のお金は1億円同じなので、実際シリコンバレーバンクだから、お金が全く動かない状態と。 で、でも、そこで、その、あの、1億円の口座っていうので、キックバックっていうのをファンドがも,もらえるってなるので、ファンドとしては、その、要は、その、普通に1億円投資しただけで、さらにボーナスもらえるみたいなのがあるから、じゃあ、シリコンバレーバンクで口座作らせた方がいいよねっていうのが、割とその、シリコンバレー界隈で流行ってたっぽいんですよね。っていうのがあって、で、その、じゃあ、あの、まあ、ロックとか、その、クラウドフレアとか、その、大きくなっていくスタートアップを、別に銀行を変える必要ないよねっていうのは、まあ、昔からそうなんですよ。 じゃその取引先にいちいち伝えるのもめんどくさいし、で、割とあの、結構その、あの、ベンチャーに対して、いろいろあの、融通が効いてくれる銀行だったので、その、仮想通貨を、なんかその、担保にすることができたっぽいんですよね。なんかあの、チラッと見ただけで本当にできるのかわかんないですけど、要はその、日本だったら、なんかビットコイン1億円分持ってますって言ったら、だからって言われるんですけど、あの、不動産だったら担保にするんですけど、仮想通貨担保には日本はしないんですよね、ほとんど。多分僕が聞いた限り。 なので、もしその,あの仮想通貨1億円分担保にしたいんだったら、一回現金にして定期預金にしてくれたら担保として使うけど、仮想通貨なんか担保にできねえよっていうのが普通なんですけど、なんからシリコンバレーバンクは仮想通貨も担保にしたらしいんですよ。 であの仮想通貨下がってるのも、分それの影響もあり、あの担保割れもあってっていうのがあって、なのでこう、そういう状況でシリコンバレーバンクが今、めちゃめちゃその、まあ、あの倒産しそうになっていて、でそこにお金を預けてスタートアップ界隈がバがバんばん口座が凍結される状態になっていてで、いろんな ID 系の企業の株価が下がってるので,で、株価が下がると連動してファンドがその株を売るとかもあったりするんですよ。要はその 自動的に一定以上株価が下がったら株を売るっていう設定をしているファンドっていうのがいっぱいあって、なので株価が下がったから売るっていうのがあって、余計株価が下がると。で、余計株価が下がると、さらに他の会社も、なんか、あ、じゃあこれ売らなきゃいけないなと。で、さらにそのじゃあファンド内でこれ以上株価が下がったら現金化しなきゃいけないよね、みたいなところは、じゃあ他の安全な株も売るんですよ。 いや、その、ある程度の現金持たなきゃいけないよねってなると、その、じゃあ、1000万円分、その、シリコンバレーバンク関連のスタートアップで損をしたから、でも、現金は1000万円作らなきゃいけないから、じゃあ、有料な Google の株を買って、現金1000万円作ろう、みたいになって、有料な株も売られ始めるんですよ。で、そうすると、 その IT 企業がどこに、の会社がシリコンバレーバンクに口座を持ってるのか分かんないし、で、要はその連動して株価が下がって売られていく状態だから、とりあえず IT 系全部売った方が安全だよね。要はそのこの状況で明日から株価上がるかっていうと、ま、まず IT 系株価下がるよねっていう予想をみんなするわけじゃないですか。 で、グーグルはいい会社だから株価、株持ってた方がいいよねと思う人も、ひとまず明日売って、株価が下がってから買い直した方がいいよねって思うじゃないですか。なので、ひとまず手放した方がいいよねっていう、 状況が明日始まるんですよ。っていうのがあるので、なかなか厳しい状況になるんじゃないかなと思うんですよね。ってなると、その手元の現金大事だよねとか、その首切った方がいいよねっていうので、で、ちょうどその Facebook とか Twitter とかが、ちょっと前に首いっぱい切りまくったじゃないですか。Google もあのリストラやってると思うんですけど。 っていう感じで、そのリストラが今度加速するんですよね。要はその人き、その人切るとこうあの払うお金が減るわけじゃないですか。だからそのコストを削減されるにはやっぱ人を切るっていうのが一番簡単なので。っていうのがね、こう始まるので、インフレになった時に、利率を上げればなんとかなるんじゃねえのっていうのを割とその、 あの、お金いっぱい配りまくって、いいくらにすればいいじゃんっていう、そのなんか MMT 派の人は、あの、明日のアメリカを見て、利率を上げるということが、どういう副作用があるのかっていうのをちょっと勉強していただければいいんじゃないかなと思います。あの、 全然関係ないように見えて、日本も株価下がります。要はその、アメリカの株価が下がると日本も連動して下がるっていう、そういう国なので。ひょっとするとね、その、まあ、そこまでいかないと思うんですけど、ニュースによっては、その、えっ、ー、と、リーマンショック並みになるんじゃないかって言われていて、で、そのリーマンショックの時に株価めちゃくちゃ下がって、まあ、民主党政権が崩壊したっていうのがあるんですけど、岸田さん全く関係ないですよ。 <laughs> 今回、岸田さんは、あの、シリコンバレーバンクとは、何の関係はないんですけど、あの、もともとそんなに、あの、経済よろしくないよね、とかっていうのと一緒で、多分今回株価下がったのは、あの、岸田ショックみたいな名前になって、あの、岸田が日本の経済を壊したみたいな、多分言われ方をすると思うんですよ。あの、たまたまですよ。で、あの、もともとその日本も、あの、ちょうど今年の4月から、あの、西銀総裁が、と上田さん、 に変わるっていうのがあるんですけど、で、その結局、あの、アベノミクスで、あの、そのお金をバンバンこう配って、その日銀がその株をバンバン買い取ったりっていうので、そのお金をこう配りまくるって日本円の流通量をどんどん増やすっていう、あの、そのま、円安政策的なやつをやってたんですけど、で、それもさすがにまずいよねっていうので、日銀総裁が変わることで、引き締めが始まるんじゃないか、利率が始まるんじゃないかっていうので、あの、長期の、えっ、ー、と、日本の長期国債、 がなんか、えっと、10年ものだっけのイールドカーブが0.25%から0.5%まで上げますみたいなのもあるので、なので日本も利子上げてかい、上げてかなきゃいけないよねっていうのが日銀の方針として決まってますっていうのがあるので、で、今回の株価差がありますっていうのがあると、やっぱ日本の株もちょっとどうなのっていうので様子見だよね、キャッシュの方がいいよねとか、金とかの方がいいよねっていうのになるとすると、原因誰なのっていうと、 はアベノミクスのが元々なので安倍首相が悪いのですけど世の中の人はそこまで頭が良くないので安倍首相のアベノミクスが悪いというのではなく今現在問題が起きている岸田さんのせいである岸田ショックっていうことになるんじゃないかなと思ってます。